眩しい。あれ？あ、そっか。私たち、昨日はお城に泊まったんだっけ。ヨシアとお祭りを回って、帰りにアイスクリームを食べて、夜は父さんと一緒に晩餐会に出て、それで、嘘。ここ、ヨシアと父さんの部屋だ。確か私、シェラ姉と同じ部屋だったはず。どこからが夢なんだろう。ヨシア！あら、エステル。ずいぶん遅いお目覚めね。知らねえ。まったく、昨日はいつまで経っても帰ってこないから心配しちゃったわ。でもその様子だと、ヨシアといろいろ話せたみたい。知らねえ！ヨシアは？え？ヨシアを探してるの！知らねえ！見かけなかった？今朝は見かけてないけど。っていうか、あんた昨日は疲れてそっちの部屋で眠ったんでしょ？起きた時にはいなかったの？え？私が疲れて寝たって、先生からだけど。父さんが、それじゃあ、父さんは見かけなかった？先生なら、さっき階段を登って空中庭園に上がっていったけど。あ、ちょっとエステル！どういうこと？逆位置の恋人たち。エステルか。父さん。あのね、大変なの。わかっている。ヨシュアは、行ってしまったようだな。どうして？なんで父さんが知ってるの？昨日、軍医から帰ってきたら、ベッドにお前が寝かされていた。そしてテーブルにはあいつの書き置きが残されていた。それで大体の事情はわかるさ。だったらどうしてこんなところでのんびりしてるの？早くヨシアを探さないと。やめておけ。え？あいつが本気で姿を消したら、たとえ俺でも見つけるのは無理だ。5年前、あいつに狙われた時、俺もかなり苦戦させられたからな。私、今までずっとこの質問はしなかったけど、ヨシアって何者なの？見くらう蛇、そう名乗っている連中がいる。名士と呼ばれる狩猟に導かれ、世界を闇から動かそうとする結社。ヨシアはそこに属していたらしい。見くらう蛇。正直
遊撃士協会でも実態がつかめていない組織でな。世間への影響を考えてその存在は半ば伏せられている。だがそれは確実に存在し、何かの目的を遂行しようとしている。今回のクーデターのようにな。それってあのロランス少尉のこと？ああ、間違いあるまい。もっとも関与していたのはその少尉だけではなかったはずだ。ある意味ヨシュアも協力者の一人だったようだからな。ちょっと待って、それってどういう意味？書き置きに書かれていた。ヨシュアはこの5年間どうやら自分でそれと知らずに報告する暗示をかけられていたようだ。そんなことって、正直得体の知れない連中だ。深入りするのはやめておけ。意味がわからないんですけど、それってヨシアを放っておけってこと？ねえ父さん、答えてよ。いずれこんな日が来ることは分かっていた。5年前、ヨシアが俺の養子になることを承諾した時、あいつはあることを俺に誓った。あること？自分という存在がお前や俺たちに迷惑をかけた時、結社という過去が何らかの形で自分に接触してきた時、俺たちの前から姿を消すとな。何それ？お前の気持ちもわかる。今まで家族として暮らしてきたんだ。だがな、男には譲れない一線というものがある。だからお前もヨシュアの気持ちも分かって。知ってたんだ。何？ヨシュアがいつか私たちの前からいなくなっちゃうかもしれないって。父さん知ってたんだ。すまん。父さんのバカ！先生。シェラザード。みっともないところを見られたな。いえ。責めないのか、俺を。私もそれなりの事情があって先生のお世話になった身ですから。先生とヨシュアの気持ちはどちらもわからなくはないんです。そうか、そうだったな。でも一つだけ、女の立場から言わせてもらえれば。ん？先生もヨシュアもかなり最低です。そんなわけない。ヨシアがいなくなるなんてそんなことあるわけない。おっと、嬢ちゃん、こんなところでどうしたんだ？濡れちまう前にさっさと家に帰った方がいいんじゃないか？そっか、そうよね。ヨシアがいなくなるはずない。きっと
と先に家に帰ってるだけ。え？ヘイさん、ありがとう。急いで家に戻ることにするわ。なんだ？それにしても今の子、どこかで見かけたことがあるような。そうか、クーデター阻止に協力した。僕のエステル、お日様みたいに眩しかった君、君と一緒にいて幸せだったけど、同時に明るい光が濃い影を作るように、君と一緒にいればいるほど僕は自分の忌まわしい本性を思い知らされるようになったから。だから出会わなければよかったと思ったこともあった。私、ヨシュアのこと傷つけてたの。出会わなければよかったって。私。あかん、あかんな。澄み切った青空。そして頬に心地よい風。そんな中で君みたいな可愛い子が元気なさそうな顔しとったらあかんよ。女神様もがっかりするで、ほんま。ああ、ちゃうで。決して怪しいもんとちゃうよ。ただ乗船した時から君のことが妙に気になってな。なんか元気ないみたいやから、俺の素敵トークで笑顔にしたろと、ま、そんな風に思ったわけや。よくわからないけど、ありがとう。まあぶっちゃけナンパしとるんやけどね。どや、暇やったら下の展望室にでも付き合わん？ドリンク注文できるみたいやから、お近づきの印におごらせてもらうわ。あの、気持ちはありがたいんだけど、あんまり気分じゃなくて、ごめんなさい。そっか。それじゃあナンパはやめて、本業に切り替えた方がいいかな。迷える子羊導くのもお仕事やし。本業？ふふん、これや。それって確か七曜教会の。ビンゴ、聖杯の紋章や。俺はケビン・グラハム。これでも七曜教会の神父やねん。へえ、そうなんだ。って、冗談でしょ？なんで？俺めっちゃ真面目な神父さんやで。三度の祈りは欠かしたことないし、聖典もほら、肌身離さず持ち歩いて。ごめん。座席に忘れてきたわ。説得力ゼロなんですけど。ほんと、おかしなお兄さんね。わ、今ちょっと笑ったな。やっぱ可愛い子は笑顔でないとな。
まあそういうわけやから、よかったら神父として相談に乗るで。ナンパは抜き、空の女神に誓うわ。あ、うん。でも何をどういう風に相談したら、私え、ちょっと待ってよ。なんか知らんけど、ごめん、俺が悪かった。よしよし、いい子や。今まで我慢しとったよな。気の済むまで泣いたらええよ。みっともないところを見せちゃって。ええてええて、女の子に胸貸せるなんて役得や。どや、ちょっとは落ち着いたか。うん、私エステル、エステルブライトっていうの。遊撃士協会に所属しているわ。エステルちゃんか、名前もめっちゃ可愛いやん。あ、って遊撃士協会？うん、これでも遊撃士よ。あんなみっともない姿見たら信じられないかもしれないけど。いや、そんなことないで。よく見たらそれっぽい格好やし。やっぱ何かの武術をやってるん？防術を少しね。そういうケビンさんは本当に教会の神父さんなの？どう見てもそうは見えないんだけど。あいた、きついな。まあ俺は巡回神父やから、ちょい毛並みが違うのは認めるわ。巡回神父？礼拝堂のない村ってあるやろ。そういう村を定期的に訪れて礼拝や日曜学校を取り行うわけや。ま、教会の出張サービスやね。なるほど、そんな神父さんがいるんだ。まあ礼拝堂勤めの神父と違って方位とかも適当なやつが多くてな。そんなわけで多めに見たってや。まあいいか。それじゃあケビンさんはこれからどこかの村に行くんだ。いや、実は俺リベールに来たばっかりなんや。巡回神父の手が足りんらしくて本山から派遣されてきたんやけど。あ、そうなんだ。教会の本山ってどこにあるのか知らないけど。大陸中部にあるアルテリア報告ってとこや。ま、グランセル大聖堂の大司教さんに着任報告する前にちょいと観光でもしたろ思ってな。で、
こうしてブラブラしてるわけや。うわく、ダメじゃない。ほんと、いい加減な神父さんね。ええねん。いずれ巡回する場所の下見や。こうして悩み事がありそうな可愛いことも巡り合えたしな。うんうん、これぞ女神のお導きやで。まったく調子いいわね。でもありがとう。泣いたらすっきりしちゃった。ダメよね。うん、ちゃんとヨシアを信じないと。え？あ、ヨシアって私の兄弟みたいな男の子なんだけど、いきなりいなくなっちゃったから私ちょっと驚いちゃって。いきなりいなくなったって、それって家出かなんかか？ううん、違う。一足先に家に帰っただけなの。だって家族なんだもん。勝手にいなくなるわけないんだから。でも、ほんと失敗したな。告白はタイミング悪かったかも。ヨシアに会ったら、うまい具合にごまかさないと。なあ、エッセちゃん。え？いや。あんな、俺さっきも言ったように、観光中やから特に用事もないねん。せやから、ロレントって街で降りて、エステルちゃんを家まで送ったるわ。ここがロレントか。こう言うたらなんやけど、発着場がある以外は田舎やね。悪かったわね、田舎で。一応言っておくけど、礼拝堂だってあるんだからね。お、なら後で教区長さんに挨拶しに行かなあかんな。で、エステルちゃんの家ってどっちの方にあるん？それなんだけど、見送りなんて必要ないってば。町から出てすぐのところだし、これでも一応遊撃士なんだから。遠慮せんでええよ。レディーの送り迎えは男の義務や。それに自慢の彼氏にも一度お目にかかってみたいしな。彼氏ってそんなんじゃないんだけど。まあいいわ、家に着いたらお茶くらいはご馳走してあげる。サンキュー。ほな、案内したってや。ここがエステルちゃんの家か。なんちゅうか、あったかそうな雰囲気の家やね。そうでしょう。あたしと父さんとお母さん、それにヨシアとの思い出がいっぱいに詰まった場所なんだから。なるほどな。で、そのヨシア君ってのが一足先に帰ってきているわけか？うん、間違いないわ。ついてきて、紹介するから。どんな野郎か知らんが、罪作りのやっちゃ。
しゃあないな。ただいま。よしよ。ねえ、帰ってきてるんでしょ。おかしいな。よしは帰ってきているはずなのに。あ、父さんの書斎にいたりして。そうだ。私の部屋にいる可能性もゼロじゃないよね。やば！下着とか出しっぱなしにしてたかも。よかった。出しっぱなしにしてなくて。まあ、ヨシアだったら、私の下着なんか見たって平然としてるだろうけど。ヨシア？入るね。そっか。私、バカだ。彼氏、おらんみたいやな。それともあれか？一旦帰ってきてから、また町にでも出かけたとかか？うん。やっと目、覚めたみたいやね。本当はね、ちゃんと分かってたんだ。ヨシアは言っちゃったって。家に戻ってるはずないってちゃんと分かっていたんだよ。そっか。でもね、この部屋が最後だったから。他にヨシアの居場所なんて私には思いつかなかったから。だからここでおしまい。私はもう二度とヨシアに会えないんだ。諦めるの早ないか。所詮運命なんちゅうもんは女神にしか見えへん代物や。そんなもんに縛られた気になって諦めるのは早すぎるで。大事なんはエステルちゃんが何をどうしたいってこととちゃうか。でもヨシアを探そうにも何の手がかりもないし。いや、そうでもないやろ。その彼氏がどんなやつか俺は知らへんけど、何のきっかけもなしに姿を消すやつなんておらんで。え？最近彼氏の言動や態度で何かおかしなことはなかったか？もしくは彼氏に関係ありそうな奇妙な出来事が起こったりとかな。ずっと一緒にいた君にしかわからんことやで。
ヨシアがおかしくなったのは、あの休憩所に戻ってから。嘘。どうして？なんで私、あの時会った人が思い出せないの？大丈夫か？めっちゃ顔色悪いで。大丈夫。そっか。ヨシアの目的は、悪い魔法使いを止めること。あの時、私が会った人がその魔法使いだとするなら、それが、クーデターを影から操っていたのと同じ人物なら、悪い魔法使いは、またリベールで何かをしようと企んでいるはず。じゃあ、私が遊撃士として魔法使いの企みを阻止できたら、ひょっとしたら。よく気づいたな。父さん、知らねえ。どうしてここに？悪い、エステルちゃん。定期船を降りるとき、ギルドのオート支部に連絡させてもらったわ。え？まったく驚いちゃったわよ。あんたを探してギルドに行ったら、ちょうど連絡が入ってくるんだもの。で、慌てて先生と一緒に出発直前の貨物飛行船に乗ったわけ。まあ、そういうわけだ。ケビン神父と言ったか。連絡してくれて本当に助かった。礼を言わせてくれ。いや、とんでもない。部外者が出しゃばったりして、ほんますんませんでしたわ。あの父さん、私ね。わかっている。深入りするなと言ったのは、ただの俺のエゴだ。男としての、父親としての論理をお前に押し付けただけに過ぎん。そうシェラザードに叱られてな。知らねえ。私も今回は全面的にあんたの味方よ。覚悟はしていたが、あいつがいなくなったことが思っていたよりも答えたらしい。だからせめてお前だけは危険な道を歩かせたくなかった。命と引き換えにお前を救ったレナのようになってほしくなかった。だがそういうふうに考えるのはお前にも母さんにも失礼だったな。今さらながら思い知らされたよ。父さん、軍を立て直すため俺はしばらく身動きが取れん。おそらく奴らの狙いはそこにもあったのだろうが、今度こそ俺はお前のことをろくに手助けもできんだろう。それでも決意は変わらないか？うん、私まだまだ未熟だけど、それしか方法はなさそうだから。だから私やってみる。見くらう蛇の陰謀を阻止して、きっとヨシアを連れ戻してみせる。そうか。ならば何も言うことはない。遊撃士として
それから一人の女として、お前はお前の道を行くといい。父さん。私そうだ、大事なことを言い忘れていた。エステル、どうか頼んだぞ。ヨシュアを、あのバカ息子を連れ戻してくれ。うん、わかった。またこの家でみんなで一緒に暮らすためにも、絶対にヨシュアを連れ戻すから。行くわよ、アネラスさん。烈火無双撃。わあ、さすが強烈だね。でも、今度はこっちの番だよ。剣技、
八葉滅殺。まだまだ。このままじゃ持たない。それなら。え、嘘。もらった。私ね、はあ、でも参っちゃったな。とうとうエステルちゃんにあの技を返されちゃったか。まぐれよまぐれ。今までコテンパンにされた分ちょっとくらいは返せないとね。やる気だねエステルちゃん。それならついでだからもうワンセット付き合ってくれる？望むところよ。あらあら、二人とも元気ね。あ、管理人さん、おはようございます。管理人さん、おはよう。はい、おはよう、エステルちゃん、アネラスちゃん。朝ごはんができたから呼びに来たんだけど、お邪魔だったかしら。アネラスさん、どうしよう。そうだね。ご飯冷めたらもったいないし、今朝はこれで上がりにしようか。管理人さん、クルツ先輩はどうしてます？クルツさんなら演習の準備があるって先に済ませちゃったわよ。なんでも今日の演習はかなりハードなんですってね。そんな風に先輩が言ってたんですか？朝食はしっかりとっておくようにとの伝言よ。二人ともいっぱい食べてしっかりスタミナをつけてね。はぁ、結構お腹いっぱい。練習前にこんなに食べたらまずいような気がするけど。管理人さんの料理って本当美味しいもんね。でも訓練と違って途中でバテるわけにいかないし、ちょうどいいんじゃないかな。確かにやっぱりスタミナは基本よね。それにしてもここに来てからもう3週間か。正直あっという間だったな。エステルちゃんものすごく頑張ってたもんね。私も一緒に訓練してて、ほんといい刺激になったよ。そう言ってもらえると嬉しいな。でも、クルツさんが訓練教官として来てくれたのも驚いたけど、まさかアネラスさんが私と同じ訓練を受けるとは思ってもみなかったわ。私も声優力士になってから半年くらいの新米だからね。シェラ先輩からエステルちゃんの話を聞いて渡りに船だと思ったんだ。前々からこの訓練場のことは先輩たちに聞いて興味があったし。そっか。でもこんな場所があるなんて、ギルドも結構大きな組織なのね。最初父さんたちから話を聞いた時はあまりピンとこなかったんだけど。言ったように、もう俺はお前を止めるつだが、正直今のお前の実力では結社の相手はあまりにも危険すぎる。そこでエステル、ルロックルに行ってみないか。ルロックル？レマンジッシュにある遊撃士協会が所有している訓練場だ。宿舎の周りには様々な種類の本格的な訓練施設が用意されている。遺跡探索技術、レンジャー技術、サバイバル技術、
対テロ技術。実戦レベルの訓練を行うのに最も適した場所と言えるな。そんな場所があるんだ。でも自治州ってことはその訓練場外国にあるのよね。私今リベールを離れるわけには。外国とは言っても国際定期船を使えば一日よ。訓練期間はそうね、一ヶ月もあれば一通り終わるわ。その間何か情報が入ったらすぐに連絡できるよう手配する。それならどう？ま、進めはするが、決めるのはあくまでお前だ。よく考えてみるといい。ううん、もう決めた。私、訓練を受けてみる。アロマ。うん、思い切りがいい。どうやら自分でも思うところがあるらしいな。うん、まあね。考えてみれば、私って今までヨシアに頼りきりだった。何か事件が起こった時はいつもヨシアが導いてくれた。でもこれからは自分の判断が頼りなんだよね。だから私、その訓練場で自分を鍛えてみる。エステル、そうか。なら明日にでも訓練場の利用を申請するといい。ロレント支部からできるはずだ。うん、わかったね、エステル。出発が決まったらオートの百貨店に寄ろうか。え、どうして？声優劇士になったお祝いよ。せっかくだから新しい仕事用の服を買ってあげるわ。なるほど。その服ってシェラ先輩のお祝いプレゼントだったんだね。いいなあ、かわいい服を買ってもらえて。うん、丈夫な生地を使ってるし動きやすくていいんだけど、こういう女の子っぽい服って私には似合わないかも。そんなことない、とってもよく似合ってるってば。それに遊撃士でも女の子におしゃれは必要だよ。いな、遊撃士だからこそおしゃれには気を使わなくっちゃ。アネラさん？そうだ、エステルちゃん、リボンとかつけてみる気ない？すごく似合うと思うんだけどな。え、遠慮しときます。っていうか前々から思ってたんだけど、アネラスさんって可愛いものに目がないでしょう。もちろん、可愛いことは正義だもん。シェラ先輩みたいなかっこいいお姉様にも憧れるけど、やっぱり可愛く着飾った年下の女の子に勝るものなし。ぬいぐるみなんか抱いてたらギュッと抱きしめたくなるよ。こりゃティータに会ったらそっとするかもしれないわね。それにしても
初めて会った時と比べるとエステルちゃん変わったよね。え？最初はいかにも新人くんで初々しい印象しかなかったけど、今は初々しさも残しながらぐっと頼もしくなった気がする。それって結構すごいことだよ。やだな、アネラスさんをおだてないでよ。照れない照れない。うん、これは先輩として私も負けていられないな。もう、そういえばアネラスさん、そろそろ練習の時間じゃない？あ、そうだね、一旦部屋に戻ろうか。それじゃまた後でね。元気な人ね。アネラスさんが一緒でこっちも助かっちゃったな。さてと、私も部屋に戻って必要な。さてと、演習というからには一通りの装備が必要になりそうね。実戦と同じで何が起こるかわからないし。うん、今日も頑張らなくちゃ。これでよし。それじゃ玄関に行くとしますか。来たかエステル君。それでは早速演習を始めよう。本日の演習は遺跡探索だ。この宿舎の西にあるバルスタール水道に入ってもらう。バルスタール水道、古めかしい名前だけど、やっぱり訓練用の施設なの？ああ、中世の遺跡を改築した施設でね。昔の仕掛けも残っているし、危険な魔獣も多く徘徊している。なるほど、かなり実戦に近そうですね。早速その水道に出発するんですか？いや、その前に。二人ともこれを見てくれ。ですか？ああ、その通りだ。動力魔法の使用を可能にする戦術オブメントを作っているのはエプスタイン財団というが、これは先月財団から納入されたばかりの最新型でね。スロットの数は一つ増えて7つ。今までのアーツに加えて新型のアーツも組むことができる。へえ、すごいじゃない。
うんうん、かなり期待できそうだね。で、クルツ先輩、私たちももらえるんですか？ああ、希望するならギルドから無償で提供される。ただし難点が一つあってね。新型は基本アーキテクチャが大幅に変更されてしまったんだ。だから互換性の問題で以前のクォーツが装着できない。新規格のクォーツが必要になる。今まで合成したクォーツが無駄になるってことですか？残念ながらそうだ。面倒だろうが、また最初から一つずつ揃えてもらうしかないな。そりゃないわよ。確かに迷っちゃうよね。このまま今のオーブメントを使い続けたらダメなんですか？ダメじゃないが、推奨はしない。新型オーブメントは全ての面で以前のものより性能が高いんだ。最大 EP も大幅にアップするし、最新型のクォーツにも対応できる。将来的にはさらなる身体能力の向上が期待できるということだ。それに何といっても以前のオーブメントになかった新しいアーツが組めるのが大きい。エステル君、ロランス少尉を覚えているか？え？あ、うん。忘れるなんてできっこない相手だけど。シェラ君から聞いたが、彼は未知のアーツを使ったそうだな。複数の相手を一度に攻撃しながら混乱効果を与える上位アーツ。実は新型オーブメントではそのアーツを組むことも可能なんだ。名前をシルバーソーンという。シルバーソーン、それじゃあ、あの赤い隊長さんは新型を使っていたんですね。その可能性は高そうだ。さて、君たちはどうする？やっぱり迷っちゃいますね。将来性は新型の方が上だけど、当面の戦力ダウンは痛いし。私は新型を使いこなしてみたいな。え？あの時、私はあの銀髪男に全く歯が立たなかった。オーブメントを変えたからって自分が強くなるわけじゃないけど、それでも私、より大きな力を使いこなせるようになってみたい。だからエステルちゃん、うん、確かにそうだね。クルツ先輩、私も新型使わせてください。いいだろう。それでは受け取ってくれ。あと、これを渡しておこう。それだけあれば基本的なクォーツは揃うだろう。
演習に行く前にそこの工房でロベルト君に合成してもらうといい。新しいクォーツとオーバルアーツのリストはブレイサー手帳に追加しておいた。工房に行くときには自分たちで確認しておくように。うん、了解です。さらに今日の演習は長丁場になるはずだ。いざという時に備えて食料も用意した方がいいだろう。食料ですか。それはフィリスさんにお願いすれば OK ですよね。ああ、そうだな。ロベルト君とフィリス管理人二人に相談して準備を整えるように。さて、エステル君にはついでにこれも渡しておこう。これって、あ、いいな。しかも結構良さそうなものじゃない。ああ、全て特注品さ。もちろんクォーツは新型オーブメント用のものだ。準遊撃士での功績に対するギルドからの報酬だと思ってくれ。ありがとう。それでは自分は宿舎の出口で待っている。準備が終わったら来てくれ。それじゃあエステルちゃん、早速演習の準備を始めようか。うん、フィリスさんとロベルトさんのところに行って。今日の演習はまた一段と厳しいみたいね。手軽に回復できる便利な料理をささっと教えてあげちゃうわ。そうそう、食材も忘れずにね。今もらった食材で料理を作れちゃうんですか？うん、基本的な料理はもちろん作れるんだけど、食材の中には魔獣が落とすものもあるの。そんな材料をたくさん使う料理は食材を集めるだけでも一苦労よ。確かにいろいろと変な食材があったわよね。うん、なるほど。働かざる者食うべからずですね。料理についての詳しい説明はブレイサー手帳にもあるから、時間があるときに見ておいて。それじゃお二人さん。うん、ありがとう。お料理試してみますね。どうやら二人とも新型オーブメントにしたみたいだね。
手帳に載っている新型クォーツとアーツのリストにはもう目を通してみたかい？基本的なところは一緒だけど、能力の変わっているのもあるからきちんと確認しておく方がいいよ。さてと、実際にクォーツを作る前にまずはおさらいから始めようか。オーブメントのことで忘れたことがあったら聞いてくれよ。さてと、説明はこれぐらいにして、さっさと演習の準備をしなくちゃな。少なくとも回復のアーツぐらいは使えるようにしておいた方がいいよ。回復のアーツを使うためにはどんなクォーツが必要かわかるかな？わからなかったら手帳で調べて早速合成してみてくれよ。